地域の子どもたちに思いっきり体を動かして遊んでもらおうと、芦屋町に屋内キッズパークが誕生しました。高さ 8.4 メートルの遊具です。登ったり滑ったり、子どもの好奇心を刺激する仕掛けが施されています。ボートレース芦屋にプレオープンした施設を地域の園児らが楽しみました。ボートレース振興会は収益金の一部を使い、各地の自治体や地域玩具を開発する会社と連携、全国のボートレース場に子どもの遊び場を創出しています。施設は乳児から小学生まで子どもの発達に合わせたエリアに分かれ、子どもたちを見守る担当者が常駐します。楽しかった。明日グランドオープンし、ボートレースが開催されない日も運営されるということです。